はーい、こんにちは、つかつでーす。ということでね。 今日もやっていきましょうまあ、今日はね、何するかっていうと、先日ね、私のチャンネルの登録者数が6000人をね、突破いたしました。いや、皆さんね、ありがとうございます。僕はね、3年前の9月に YouTube を始めてね、3年とね、2ヶ月ぐらいやってるわけですよ。で、それで6000人っていうのはね、まあ、少ない方かもしれないけれども、まあ、しかし、純文学をずっと紹介するっていうので3年間やってるっていうのさ、よくないですか そういうチャンネルってさ、まあ、世界に一つか二つか三つぐらいあったらね、いい方だと思うんですけれども。僕ね、最近だったら1年間で登録者数どれだけ増えるかっていうと、2000人ぐらい増えるんですね。2年ぐらいでね、一番になるんじゃないかという計算なんですよ。どうだろうね。あと2年。あと動画のね、投稿本数が今750本ぐらいあるんですね。ということは、あと250本で1000本目に行くわけですよ。いや動画1000 本出すすってさ、さどうなんん。ですか、皆さん僕のチャンネルってさ、本のことはずーっとやってるじゃないですか。あと僕の話って結構あってさ、それいんのかなって僕自身いつも思うんですね。まあ僕の昔の話とか、僕がダイエットやってますよみたいな話とかさ、たまに動画で出す時あるんだけど、見てる人いんのかなと思ってさ、僕でいつも思うのは、僕の動画って誰が見てくれてるんだろうってね、思う時あるんです。YouTube ライブも毎週土曜日にやってる るんだけど結構応援ねいただくことあるんですけどいや僕ねなんかね自分に自信ないからさいや誰も見てないんだろうなとか思っちゃうわけ見てるんだけどだから僕は結構自分の自尊心っていうのはめちゃくちゃ低いもんで僕の動画なんか価値なんかねえよって思いながら動画出すわけですよこれはね 僕ね、コレクションやってるでしょ岩波文庫とか、文学賞とか、いろんなコレクションやってると思うんですけど、それはね、なんでしてるかっていうと、これね、僕は自尊心が低いわけ。ということは、他の人より遅れてるっていう気持ちがずーっと、 ずっとあんのよ。自分ってダメダメなんだっていう時に普通の人はこの辺まで行けんのに僕はまだまだ下なんだと。だから僕が普通になるためにはもっともっと人の100倍ぐらい頑張らないといけないんだっていう気持ちがずっとあんのよ。だから集めんのよ。例えば人が500冊の本持ってるとしたら僕はじゃあ1000冊持ってないと普通になれないっていう気持ちがずっとあんのよね。だから僕は本を買い続けてる、ね。これでも少ないって僕思っちゃってんだよね。それは は僕の、まあ、昔の、ね、家庭環境とかいろいろから来てると思うんですけどだから分かりやすいと思うんだけど僕ってね一人で、ね、何もしてない時一番しんどくなっちゃうのよぼーっとしてる時っていうのがあ死にたいなとか結構思う時あるんだよねだから本読んでるとか本読むとね何も考えなくていいのよね 本の世界にどっぷりハマっちゃえば自分のしんどさっていうのを言ってしまえば上書きできるので僕はそれで本読んでるところあるよだからねそれぞれ本っていうのは娯楽でしょって言って楽しむために本読むんでしょっていう人もいるじゃないですか僕はあまりそうは思わないよ楽しいよそら本読んでると楽しいんだけど娯楽というよりかは自分自身の欠陥っていうか欠損みたいのを補充するのが本なわけよだから僕ってねあんまりアイデンティティみたいなのは持ってなく そのアイデンティティを持つために本をたくさんね持つことで俺本好きなんだよと紙の本ってね見たらわかるでしょこんだけ本持ってるやつって本好きなんだろうなぐらいは思うじゃないですかそうするとあ 僕って本が好きなんだ、みたいな。逆に本がたくさんあるのを見ることで自分自身は、あ、本が好きなんだっていう安定感みたいな。柱みたいのを持つことができるんですよ。それでだいぶね、僕救われてるところある。で、それを分かったのはやっぱ最近だね。それを自覚しながら本を集めてたわけではない。だけど今振り返って思うと、やっぱりそれがあったからここまで来れたっていうのはあるんじゃないかな。 僕飽きてないもん、文学に。飽きないっていうのは、やっぱり満足してないからなんだよね。で、それは自分自身に無限のね、ブラックホールみたいな欠陥、欠損みたいのがあるから、そこにどん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 本を入れていかないと、風穴みたいな感じでさ、どん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 広がっていくわけよ、ブラックホールが。で、そのブラックホールに自分自身がこう飲み込まれちゃう。伊藤潤二先生の渦巻きっていうね、漫画の中にそういう描写あるし、あと犬屋社のさ、魅力様がさ、 みたたいいいいなななややるやつとと似ててののののよ自分の心に僕は穴があってそれを封じ込めないといけないのたくさんの本でだからそうなると満足ってしないでしょ。だから飽きちゃったみたいなのがないんだよね、本に関しては。これ、これ最後に言うけど、一番ね、僕ね、YouTube の中でですよ。これ言うとね、角が立っちゃうけど、読書系 YouTube の中で、僕一番ね、幅広くね、本読んでると思いますよ。動画の中でもたくさんのね、 めちゃくちゃたくさんの本出してると思うんだよね。で、それはね、有名とか無名とか関係なしに、僕が欲しいと思った本、読みたいと思った本を中心に、それをどん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 出してるっていう感じですよ。買ってきた本、20冊とか、50冊とか、100冊とか、毎月30冊の本読んだりとか。そういうので、1年でさ、僕紹介してる本ってさ、1000冊ぐらいいってんじゃないかな。どうなんですか。だから僕のチャンネルでできること っていうのは全く知らないような本がたくさん出てくるっていうチャンネルだと思います僕は知ってるよ僕は知ってるけどまあ、見てる人は知らない本がたくさん出てくることに対して楽しいと思うか楽しくないと思うかの話だと思うんです自分の知ってる本が紹介された時あ この人も同じ本読んでるんだっていう嬉しさあるじゃないですか。それとは逆に、全く知らない本が出てきた時に、あ、でもこの本面白そうって思う人だっているわけじゃないですか。僕どちらかというとそっちなんだよね。自分の知らない本が出てきた時に、え知らないな、この本みたいな。いう興奮がね、僕結構あるのよ。 僕は昔から知らない本をずーっと探してきて。この世の中にね、本ってね、めちゃくちゃあるでしょ無限にあるじゃないですか。じゃあ自分の知ってる本なんかごくごく一部じゃないですか。だから自分の知らないけど面白い本っていうのがやっぱ。 あって、僕は本当にね、大学の時に読書っていうのにハマった時に、その時ね、ネットっていうのがね、まだあったとは思うんだけど、めちゃくちゃ面白い本ばっかり紹介するサイトっていうのは少なかったんですよ。だから僕は結構調べて調べて調べたし、ガイドブックっていうか、ブックガイドっていうか、そういうのも結構買って読んだりとかして、この本知らない、この本知らないとか、それで僕ブックオフに大量に行ってたんだもん。ブックオフに行くっていうのは、 ブックオフの棚がバーってあるでしょ。で、これ知らないなーっと言って手に取って100円だったら買うかーとか言って試しで100円で買いまくるっていうのを僕やってたから。普通のね、新刊書店だったら最近の本しか置いてないわけよ、基本的に。もしくは売れ筋。そうするとね、偏るんですよね。新刊書店とね、ブックオフってね、どっちが幅広く本売ってるかっていうと、ブックオフですよ。だから僕はやっぱりその点ではブックオフの方が好きだった。読書生活は僕は15年以上やって、 だけどやっぱブックオフと共にあったのは自分の知らない本を探していたから君の名はのように何かを探し続けていた運命の誰かを探し続けていたっていうのが僕の読書人生だけどそれと同じ気持ちを持っている読者っていると思うんだよねだからそういう人のために過去の僕のために youtube 動画をやってるっていうのが僕のコンセプトなんですよねだからめちゃくちゃ幅広く特に純文学が 多いけれども純文学なんか全然知られてない本たくさんありますからその分めっちゃ面白いっていう本たくさんありますから過去の自分に向けてタイムカプセルの逆版みたいなタイムカプセルは過去が未来に対して送る手紙みたいなことだけど僕は未来の自分から過去の自分に送りたい手紙を今 YouTube で作ってるわけですだからそれで僕はずっとやり続けたいなまた年末年始にね今年1年読んだ本 ててまととめたた動画って本当に作りたいと思うのよ。だから今これ10月の末にね撮ってるんですけど早く2ヶ月経ってほしいんですよその動画を作るために俺は今まで YouTube 頑張ってきたと言ってもいいぐらいいわゆるカタログ思想をね僕が動画で何回か言ってるカタログ思想文学のカタログを作るというのを僕はやりたいのでね まあそんな感じでねこれまでね応援してくれた皆皆様ねもうここで感謝しかありませんありがとうございますもしよければねこれからもねこのつかつをね応援してくれたら嬉しいと思いますもっともっとたくさんたくさん本をね紹介できたらいいなと 思っておりますんで、これからもね、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、これね、毎回言ってんだけど、何かしらね、思うこと、意見、感想、何でもいいです。そういうのがありましたら、コメントにね、書いてください。これから頑張ってくださいと、一言あれば僕は頑張れる気持ちがありますからね。はい。まあ、そんな感じで、今回は終わります。高評価、コメント、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。ではではスカチャでした。バイバイ